はい、皆さんこんにちは、ムンです。ファークライ5 USO とは続きやっていきます。どうした、なんか騒いでる。あ、ちょっと乗ってかないで、乗ってかないでそれ乗ってかないで、大丈夫なんか騒いでんだけど、どうした、頼むぜ。はい、では、前回のね、終わりに言った通り、ハドソン保安官をね、助けに行こうと思います。今ね、この車多分なんかサイドミッションとかやって解除した車だと思うんですけど、これ持ってたんでこれを出してみました。なかなか迷彩柄でかっこいいです。はい、で、ちょっと武器の方変えまして、今持ってるんですが、このね、マシンガンを持っていきます。で、あとは今まで通りのアサルトライフルですね、持っていきます。はい、グレースがね、もう超名手なんで。一息つけるわ。あ、で、行く場所がここですね。後ろは頼んだ。さあ、射撃の名手がいるんでね、置いてきましたよ。見つかった、敵がいる。できれば倒しちゃって。さあ、追っかけてくるかどうか。大丈夫ですね。さあ、ハドソン保安官無事かな、それが本当に気になるんですけど。敵が来たわ。敵来た、ほっせえなこの道。生きてる。でも走りやすい、この車走りやすいって言った瞬間にぶつけてるんだけれども、しかもなんかエンジン音が結構好き。さあさあさあ、もう少しで着く。山道だからくねくねしてなかなかたどり着きませんね。距離が縮まんない。80年代にこれでロケットを発射してサンクトペテルブルクをマサイラにすることもできた。場所を変えるわ、ここからじゃ何もできない。見つかんない方がいいよね。いるよね、さすがに。さあ、ジョンシートの鍵を使う。あ、いねえ。あ、いるな、なんかいたな今。厄介だわ。これもうバレてんの。場所が悪いわ、移動する。了解、援護してリロードする。やった、ドンパしていくぜ。えげつないわね。間違って使っちゃったよ。どこ、やべえな、そこの上か。オッケー、俺が行く、俺が山から行く。おるや、貴様。おお、ごめんグレース、撃っちゃった。あとはオーケー。マシンガンなのに結構レート高えな。まだ息
誰が見つけた人のものよ。オッケーじゃない。さあ行くぜ。できればちょっと救急キットないかな。さあこっから先がきついかもな。ランカーへのアクセスを許可。さあ入っていこう。生きててほしいな。封鎖を解除します。すげえな、なんなのこれ。何の施設？なんかいるな。その通りだよ。助けに来た。おほほん。さあ先ほどね投擲武器が何やら あ結構あっという間に終わった。オッケー。このなんか硬いやつは足とか狙った方がいいっぽいですね。今ちょっと下の方を狙ってみたら割と早く倒せた。顔はねなんか仮面みたいなやつねかぶってるんで。さあこの先はどうなっとる？未来へようこそ。まだか。みんなで分かち合うことができて嬉しく思う。まあまだいるだろうな。ハードソン保安官生きていてほしいな。頼むぜ。なんか洗脳されてなきゃいいけどな。それもちょっと心配なんですよね。なんか向こうすげえ燃えてんだけど大丈夫あれ。ちょっとおおーい。あーやべ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 ー。ちょっと回復を待つ。意外と弾ねえぞ。マシンガンの弾ってあんまないのかな。マシンガン持ってないもんね敵ね。よし、ちょっとねエイムがあんまり定まった感じがしなかったんでちょっとね感度をね下げてみたんですけど今のところ前回よりはいいかな。こっち気になるな。グレイスはいねえの？そういえば。今日はもう戻ってこない。オッケー。怖いわ。走ってくんなわ。くんなわ。走ってくんなわ。走ってくんなわ。ちょっとずつ手に入れたりはしてるかな SMG の弾。あとはおるか。
よし。さあ下に来たぞ。ひでえな、これ作成してんだ。ひでえとこだな。うわ、やば。扉をすべて閉めて私たちを閉じ込めた。二度とここから出られないと思った。そう、全部あいつのせい。あいつ、クソったれ。あいつはここに来て、それからそこに立ってじっと見てた。私たちが慈悲を求めても、あのクソったれはただ見てた。そうだ、他にもまだ人がいる。助けないと。それからこのクソみたいな場所を焼き払う。手を貸して。じゃなきゃほっといて。さあ制御室に行かないと。檻を開けてみんなを助けるにはそれしかない。オッケー、行こう。よかった、ハドソン生きてて。ちょっと交差しないように気をつけなきゃね。ここが開くのかな。そこにいるけどね、仲間。ドア開くぞ。あ、これ捕まってる人たちか。まだ解除。よし、行くぞ。さあみんな逃げよう。死にたくない。誰か助けてくれ。大丈夫？さああともう一箇所。よし、よしよしよし。嘘でしょ。くそ、別の制御室に繋がってるところがある。ここからじゃ鍵を開けられない。新入り、もう一つの制御室を探して。待って、制御室には鍵がかかってる。ミサイルがありません。発射シークエンスを中断します。ハドソン保安官を救
これ何どうすんの。気をつけな。今ミサイルサイロの発射台を下げた。そっち？これ使えない？これでも降りればいいか。場所を通れば制御室に入れるはず。オッケー。コンソールがあるから全て破壊して。くそ、ベギーよ。こっちだな。コンソールを守らないと、もっと逃げられるぞ。行くぞ。あぶね。あぶね。あぶね。近い。やばい。やめて。決め打ち。やばいぞ。回復。まだだ。行くぞ。やばい。やめてくれ。こいつバカで助かったわ。行くぞ。足。こいつは厄介だ。行くぜ。ケツこの野郎。ケツだこの野郎。よし行くぞ。コンソールを壊して残りの数字を助けるにはそれしかない。破壊する？どれを？どれを破壊すんの？あれか？これでもやればいいかな。これで壊れない？ミール、早く破壊して。あ、これ全部やるのかな？やった。オッケー、これでどうだ。よし、檻が開いた。じゃあサイロに戻って、いいこと思いついた。予備発電機オンライン。はい。やばい。え、これどうすんの俺どうすんの。俺どうすんの。落ち着いて避難してください。これ登ってくのか。一個一個ヒンジ部分を打つといい。警告。こういうことか。よっ。ほっ。一括排除はできないようになってる。一括ずつやるしかない。頼むよ。危険。なるほど、それも悪くない。そのまま登り続けて、頂上近くに燃料と祝福のタンクを保管してる部屋がある。オープンだ。おーやめろ。バカだれ。緊急事態。お前の罪を暴いてやる。出てこいや。危険。え、あそこに行くのどうやって行くの。こうか。こうだな。システム。燃料タンクを撃つ。大丈夫それ。危険。どれだ。燃料タンクどれ。いや。それよ、燃料タンクを撃つ。
これか。でやりな。警告。これだと思わなかったぜ。これやばいやつじゃない？あ、やばい。おかしくなっちゃう。おかしくなっちゃうよ。なんか今投げた。成功祈ってるよ、リリー。それじゃあ外で。お前こんなやらせて。成功祈ってるじゃないよ。ひでえやつだな。やめろやめろやめろ。分かってるんだけども、うわ、どこ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 。避難するけども、やばい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 。ちょっとお前ら邪魔すんじゃない。警告。どこに行くの？どこに行くの？警告。どこに行くんだ？上？複数のシステム障害。ちょっと待って。ハッチが開いた。ハッチが開いてる。上のハッチが開いてる。避難したいんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。上きつい。フックかけたいけど。オッケバレー地区を解放。いや、すげえよ。お前本当にやったんだな。こうなると分かっていた。ねえ、あんたが取り戻してくれたものが分かる？希望よ。何があっても味方よ。ねえ、あんた大したもんだよ。もうすっかり一人前だね。必要なものがあったら何でもいいな。封印は解かれた。弟のジョンを愛した者は少ない。皆恐れていた。皆彼を誤解していた。私以外は。ジョンは決して怪物ではない。家族が引き裂かれた時はほんの子供だった。愛情深く、優しく、無邪気で、簡単に食い物にされた。完璧ではなかった。善人と言えない時もあった。それでも弟だ。ジョンを殺した者には罰が下る。約束しよう。
新入りか。なんてこった保安官、これでホランドバレーの人々はようやく少し安心できるぞ。お前さんが励みになってる。だがまだジェイコブとフェイスがいる以上このカウンティーに自由はない。仕事はまだまだ続くぞ。ダッチアウト。さあ、ホランドバレーをね、解放って言ったらいいんですかね、したということでやりました。はい、ということで、ね、ちょっとバタバタしましたが、はい、今回はここまでにしようと思います。ちょっと短いかもしれませんがね。はい、またよかったら、次回見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日を。